祇園林は、1953年に公開された、溝野口賢治監督の日本映画作品、川口松太郎の小説が原作である。祇園の芸儀、三よ春の館に、上七軒県で芸儀をしていた母を亡くしたばかりの少女、栄子が舞子志願に訪れる。栄子の父は、三よ春の昔からの馴染み客だったが、メリアスドンヤの商売が霊落し、 体調も優れずに細々とした日々を過ごしている。みよはるの使いとして訪れた男衆に向かって、栄子の保証人にはならないという。しかし、栄子の熱意に負けた、み代春は彼女を仕込む決心をした。一年間の舞妓修行を経た栄子は、みよ栄として見せ出しし、お茶屋の座敷で、車両会社の専務、くすだに見染められる。 みよはるも、楠田の取引先である役所の課長、神崎に好意を抱かれる。みよはると、三代さかを連れて上京した楠田は、みよはるたちには、内緒で、神崎も呼び寄せていた。宿泊先の旅館で、神崎の相手をするように頼まれた、みよはるは困惑しながらも、神崎と対面する。一方、三代さかは、強引に迫る楠田を拒みながら、大けがを負わせてしまう。 この事件で三よ春と三よ栄はお茶屋への出入りを止められ、館でわびしい日々を送ることになる。しばらくしてお君から神崎の座敷に来るようにとの連絡が届く。従えば三よ栄の事件のことは許すという。戸惑いながらも行く決心をする三よ春。一夜明けて館に戻った三よ春をなじる三よ栄。世代も考え方も違う二人の心がぶつかり合った。 のち、一層固い絆で結ばれてゆく。小暮道代と若尾文子本作を原作とするテレビドラマが1963年3月21日と同年3月28日の2回にわたって日本テレビ系列の武田ロマン劇場で放送された。制作は読売テレビ。出演者は高千穂ひずる、北条菊子、特大自身、高田島隆史、 中村雅子、藤尾淳、祇園林に関するカテゴリー、ありがとうございます。